こんばんは、速稼塾の久保です。今日ですね、今時間日本時間で17時55分ぐらいですか。でここインドネシアバリ島は1時間ぐらい引いてもらえばいいんで16時55分ぐらいですかね。ほとんどだから日本と同じ感覚なんですよ。皆さん夕食が済んだ頃だと思いますけども、我々はこれからでございます。夕食のタイミングだけずれちゃいましたね。さあ今日ね、1日過ごす中でちょっと記者気づきがあったんですよ。それはですね、暗号通貨についてなんですけども、暗号通貨っていうのは実はですね、ブロックチェーンが入ってるものとブロックチェーンによらないものがあるんですよ。ブロックチェーンで作られた暗号通貨とブロックチェーンなんて関係なしに暗号通貨ですよって言ってるものがあるんですよね。これ皆さん覚えてます？私はですね、暗号通貨がすごいんですよって言ってるわけではなくて、ブロックチェーンがすごいんですよってずっとメッセージを送り続けてきました。ということは、これも何度かお伝えしましたけども、 ICO に目をつけるときに、実際にその ICO、 暗号通貨とされる ICO はブロックチェーンに基づいているのかブロックチェーンに基づいていないのか、この区別がついたときに ICO を検討した方がいいんじゃないですかってことを申し上げたんですよね。でも実際にこれはブロックチェーンによる暗号通貨なのか、ブロックチェーンなんて関係なくて自称暗号通貨なのか、いわゆるですね、エセ通貨と言ってもいいんですけど、それがね、分からずに購入している方もいるんですよ。だからここに悲劇があります。というのが、ブロックチェーンってのはものすごい開発費がかかるんですよ。まあ、ですんで、ちょっとやそっとでポシャれないんですよね。そういった意味でかなり腰が入った、そういったスキームが暗号通貨、ブロックチェーン、ブロックチェーンに基づいた暗号通貨になってます。こういう ICO は結構ね、注目していいんじゃないかなと思いますけども、ほとんどの方が購入している暗号通貨というのは結局大暴落して 90% 以上の本当に、ね、値下がりをしてしまいましたよね。で今塩漬け状態が多いと思いますけども、ほとんどがだから暗号通貨ではあるんですけども、ブロックチェーンによるものではないということが、私の方にね、説明を求められたときに、これはブロックチェーン入ってるとは思えない暗号通貨の ICO ですよってことをね、申し上げた方もいたと思うんですよ。これはそうですよとか、個別銘柄とか、個別銘柄でこうですよとかね。でこれはですね、何にしもブロックチェーンが入ってないって言ってるわけじゃないんですよ。ブロックチェーンっていうことがわからないから、いまいち私は資金を投ずる価値がないと思っているってことなんですよね。そういう回答を2017年の後半からさせていただいた方、個別でねメッセージいた方にはさせていただいたと思うんですけども、2018年からはあまりね、こういうことを話すことがありませんでした。で今に至るわけなんですけども、皆さんが今塩漬け状態になっているその暗号通貨の ICO っていうのは、結局ですね、ブロックチェーンが入っているというふうに説明を求めることができたのか、そしてそれによるものでしたらかなり強固に組まれていて、プログラムを改変する必要がないということにたどり着いていれば、なかなかね、暗号通貨の ICO が今振り返ってどうだったのかってことが分かってくるんじゃないかなと思います。今日はね、そんなメッセージでございます。はっきり言って暗号通貨難しすぎます。難しいんで、すごく分からないです。分からないんで、分からないものには手を出さないっていうのが投資の大原則ですよね。投資ってのはかなり分かったものでもマイナスがあり得るんですよ。投資ってのはそういうもんですからね。だから10秒後になくなってもいいようなお金、いわゆる余剰資金で挑戦しましょうということを申し上げておりました。そして今日